映画のタイトルは黄昏清兵衛。幕末山形県庄内地方で生きた名もない武士とその家族の人生を描き、本当の幸せとは何かというメッセージを問いかけます。こんなに広くてのまるで大人の背中みてえで、観客もこれはちょんまげつけた侍が出てくるんだとか、あるいは長屋の物語だとかというふうなことで観客もそれを承知して見る一つのこう架空の世界。そうで僕は そうじゃない、観客もその中に一緒にこう呼吸しているような気持ちになる、一緒にその登場人物とご飯食べてるような気持ちになる、一緒にそして考え、一緒に悲しんだり喜んだりできるようになる。主役の清兵衛を演じるのは真田広之さん。山田監督作品初めての出演です。非常にいい時期にいい役、いい作品、いい監督に出会えた。私は泣いてはどなたでばんす。清兵衛が思いを寄せるヒロイン巴役には宮沢りえさん。黙って出てきたことだけじゃなくて、ね、宮沢りえさんも山田作品初出演となりました。いろんなことがあるという道でもない感じだね。そこにいる人間がどういうふうに言葉を発するか、どういうふうに息をしているかっていうことを追求している現場だから、すごく自然にそれができているような気がしますね。よーい、あら、はい、いいですか。はい、はい。構想に10年の歳月を費やして山田監督が初めて挑んだ時代劇「黄昏清兵衛」。映画の原作は直木賞作家藤沢周平さんの小説です。短編集「黄昏清兵衛」と「竹光始末」に収められた3つの作品をもとに脚本が作られました。山田洋次監督が満を持して挑んだ渾身の一作でございます。監督生活41年、77作目にして初めて本格時代劇に挑戦した意欲作でもございます。映画の舞台は江戸時代末期の山形県庄内地方。そこに暮らす名もない下級武士の人生のドラマが描かれます。主人公の清兵衛は勤めが終わると付き合いを断り、まっすぐ家に帰ることから黄昏清兵衛と呼ばれていました。おかえりなさい。妻を亡くした清兵衛は二人の娘と老母との暮らしを支えていました。ただいま帰りました。お母さん、ご気分どうでがんす。あんた、どこのお店だよ。うなさかはん小倉方の井口清兵衛でがんす。んだか防御方またひどくなってきた。おめえ方、あの女様は好きか。貧しくとも家族との生活を何より大切にしている清兵衛。俺もでっきれいだ。しばらくでござります。ある日、清兵衛は幼なじみ巴と再会します。いい名の妹の巴でがんす。やがて二人の間には淡い恋が芽生えていきました。時代は幕末の混乱期。剣術の腕を見込まれた清兵衛は藩主の命令で反対派の余呉を討ち取ることを命ぜられます。承知いたしました。命を懸けた果たし合い。わしを切ったな、たすがれ。つつましい暮らしの中でもすがすがしく生きた清兵衛の人生を通して、
幸せとは何かという現代へのメッセージが静かに問いかけられていきます。懐かしいの。山田監督は今回初めて起用した出演者たちに心がにじみ出るような演技をしてほしいときめ細かな指導を重ねました。アクション映画の経験が豊富な真田広之さんは心の動きを丹念に深めていこうとする山田監督の映画作りに初めて参加し大きな刺激を受けました。はい、いいかかやの学問士は自分の頭でものを考えることができるようになる。考える力がつく。うん、田辺君ね、こうふっと来ましたね。下ろしたらその先見てる方がいい、目線がいいですね。はい、その酒の棒を眺めて、でそれは男も女も同じなんだ、うん、言って止まる。いや、あのふっと見たらポカンとしてるんで、それまで全部自分の世界で出会うと思うのは同じだ。一般的には全くそうじゃないわけですからね。女性差別の時代なんだけども、した男だと同じじゃないか。自分の世界それ言ってしまって、そういってみて、さあ続けろという、今の言い方はちょっと難しかったかなってことあるわけですからね。本番行こう。はい、次本番行きます。ね、非常に、視点が大人ですし、まあ人間の機微とか社会性とかいろんなものを含んだ深い本だと思うんですね。ですから、まあ、自分の年齢人生経験では計り知れない、まだ読み切れないところはたくさんあると思うんで、その辺を監督にアドバイスいただいて、日々試行錯誤しながらもがきつつも楽しんでるという今日この頃です。お父さん、パパさん様子おかしいだ。そうだよ、とっても上手だよ。そうだよ、それでいいんだよな。それでいいんだよ、はい、な、急いでいく。お父さん大変だよという気持ち、な、はい、下の娘伊藤を演じた5歳の橋口恵里奈ちゃんも可愛い演技で観客を魅了します。年は何歩だ。5つ。おはようございます。ただいま。山田監督は幕末の本物の生活を描き出すことで登場人物の人間像を確かなものにしようとしました。ラウタハン清兵衛一家の朝食の場面、使われていた器や食事の仕方など当時の暮らしが細部まで忠実に表現されました。何気ない生活のシーン一つ一つがつぶさに調べられ描かれました。本当に今から170年前ぐらい前に山形県のある小さな藩のその下級武士のうちはこんなだったんですよね、ああそうだったんだろうなというふうな納得の仕方を観客と一緒に抱き合いたいってことなのね。これは地上げですから、こういう約束ごとで全部割り切ってくださいねみたいなことじゃなく、その僕たちの先祖もそんな何十代も前の先祖じゃなくて、まあ、3代前か4代前、そんなに遠くない先祖の話として、まあ、ひいおじいちゃんかひいおじいちゃんのまたお父さんぐらいの時代の物語として観客がこれを見てくれるっていうかな、そういうことが大事だと思ったのね。それをあなた方のお父さんはうんうんとうなずいて黙って聞いて。リアリティを追求し主人公の生活の細部にまでこだわった時代劇、丁寧に頭を下げてありがとう感謝
そう言われるなんだ、まあ、山田監督はそれを通じて現代社会への熱いメッセージを送ろうと考えました。シーン16、教育の本来の役目について清兵衛が娘の茅野に語りかけます。上手になればいつかは着物や浴衣が縫えるようになるだろう。うん。だが学問したら何の役立つんだろう。うん。学問は春仕事のようには役立たねえかもの。うん。いいかかいの。学問しれば自分の頭で物を考えることができるようになる。考える力がつく。この先世の中どう変わっても考える力を持っていれば何とかして生きていくことができる。これは男っ子も女っ子も同じことだ。わかるか。はい。山田監督は学ぶことの本質をセリフに込めました。そうしわくわれ日々に見たび我が身を変えてみる。人のために測って思考して自由ならざる。ちょっとじゃあ出してみようか。富田さんは横田さんの手作りの楽器が奏でる個性豊かな音色を取り入れて曲を作ることにしました。曲は横田さんの笛に中国の弦楽器2個やシンセサイザーを組み合わせて作られました。撮影は清兵衛が幼なじみの巴に愛を告白するという重要な場面に入りました。その夢は私が妻をめとってもあなたが甲田に嫁いでもいささかも色褪せたことありますね。撮影スタジオにピンと張り詰めたような雰囲気が漂っていました。愛を告白する清兵衛をどのようなカメラサイズで撮影するのか、山田監督とキャメラマンの長沼睦夫さんの間で意見が分かれたのです。風景の中でポツリと愛の告白をついちゃったんであっとまず観客を乗り出すって形なのか、それともなんかこう急にこう胸の中に迫ったこう熱い思いをこう抑えきれずに振り返って、実はあの時から私はずっとあなたを愛しておりましたっていう風にするのかね。その言い出しのポイントだよね。ポツリと言っちゃってから急にこう熱く語り出すのか、それともこうふーっとなんか熱く燃え上がったんでその気持ちを自分でもそのコントロールでっかねて振り返ってファッと言うのかということで、そういうこと、そのどっちかでもってコンティニティが変わるわけだから、僕は最初はもうちょっと 全体を引いてこう客観的に見ててポツリと言い出した、それからこう彼にキャメラ寄った方がいいかなと思ってたんだけども、僕の中では圧倒的にリエちゃんのあの詩、あそこなんですね。朝から始まるね、これがうまくいかないとこの絵がうまくいかないっていうふうに思ったんですよ。だから結構こだわりがあって、泣けないといけない、泣かしたい
っていうんですかね、自分で泣きたいってことですけど、キャメラマンとして覗いてて泣きたいでこだわりがあったんですよ。山田さんとだからそこがちょっと違ったのかわかんないんですけど、あのうん、まあ違ってはいないんでしょうけどね、山田さんもっとゆったりした感じでいたのかな。あなたを私の嫁にっていう。結局真田広之さんの演技を生かして、真田さんが告白し始めたらすぐにアップサイズに切り替えることになりました。お聞きでがんしょうか。存じております。ただもうあの日から兄上のお申し出を断ったあの日から私はあなたを思うようになりました。5月に入り、撮影は映画のクライマックスとなる盾のシーンを迎えようとしていました。5月6日、盾のシーンの撮影が始まりました。スタジオにはこれまで以上の緊張感がみなぎっていました。今のセレアがかわしてこの刀を、そうですね、横から受け止めたのそれ、こう入ったの。私があったらもう捨て身で足切って。清兵衛は小太刀の使い手という設定です。縦で小太刀が使われることはこれまでの時代劇映画ではほとんど見られない新しい演出となりました。だから、ね、一番怖いところですよ。お前、はい、俺を切ったんだなと言って血をたらたらこぼしてるやつがこう来るというね。こう入って押したんだからこのままだよね、まあ、この感じ。指導に当たるのは黒澤明監督の下で時代劇を手掛けてきた久世博さんです。こう跳ねてこう跳ねましたね。ガーンだね。ここでじゃなくてまたこっち回るからね。刀が当たり真田広之さんが手を切ってしまいました。盾はお互いの動きにちょっとしたズレが生じただけで相手を傷つけてしまう大変危険な撮影なのです。今ここ入ったから、ね、それじゃない、それかびっくりしてびっくりして向こう行っちゃった。いやもうズバーッと切ったんで、もう山田監督は真田さんのこれまでアクション映画で培った経験に期待を寄せていました。このとこすごい抜いた後の緊張感を生かすとしたらどう動くかとかいうことよりも本当に魂のぶつかり合いといいますかね、なんか裸の人間同士の恥ずかしいぐらい生々しいぶつかり合いになれば素敵だなと思ってるんですけどね。使いっぱしが振り切り合ってどっちかなし。清兵衛の敵役与後善右衛門の役には舞踏家田中泯さんが起用されました。どうだ、いっぱいやらんか。田中さんは前衛芸術家としての独特の雰囲気を買われ映画初出演ながら大役に抜擢されました。いやいや本当に全く、小さい時の学芸会以来セリフを喋るというのが全く生まれて初めてなんです。はい。おとりは基本的には抽象的なものですね。それからあまり言葉で、言えないようなことの範疇を踊りはやってますので、ですからまあ演劇の場合は言葉から始まってちょっと言葉で表せないようなところにこうずれていくというのが演劇の、なんていうのかな、テーマですよね。
そこがもう本当に両極端のような感じがしますけども、はい、もう柱に引っ掛けた。清兵衛はかつて剣術の道場で師範代を務める腕前、一方の余呉は藩内でも敵なしといわれる剣客。真田さんと田中さんは4ヶ月間に及ぶ特訓を繰り返してきました。それでもう一つ足を固めて背中に回す、それで黙るっていうか、それが結構です。そのまりの動き一つ一つは絵コンテに書かれ、詳細に組み立てられてきました。これまでの時代劇に見られた過剰な演出を一切排除し、本物の切り合いを描き出したいというのが山田監督の狙いです。一番大事なのはそのいわゆる切り合い決闘の場面ですよね。どうしたって時代劇、日本の時代劇の場合はその切られ役と切る方があって、切られ役がいかにも切られやすいような形で切られていくんだけども、そういうことは僕は嘘だからやりたくない。だからこの映画は1対5とか1対10とか、だいたいほら普通テレビ時代劇はそうでしょ、5人も10人もバタバタ時として20人も30人も切っちゃうじゃないの。あんなことは僕は絶対嘘だと思うし、だ観客だって嘘だと思ってるはずだし、まあ、この映画はあの常に1対1のね決闘だから、本当にこうつまり練習して訓練に訓練を重ねて、かなり危険であっても本当に切るように切る、本当にそれを逃げるように逃げるっていうかな、それはとてもあの今ずっとこうあの俳優さんたちには勉強してもらってるところですよ。蹴りましたね。山田監督はこの縦のシーンが映画の成否を決めると考えていました。あのつきますか、これを一発で避けてくれます、しゃがんで、しゃがみながらつく、そういうこと、はい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 、その手切られてるわけね。もう切られてる、手入ってます。手切られてる。はい。さ、袖の上から。無理ですか。着物の上から。上から。ゴムか。そうね。着物の上からって感じじゃなくて。これさっき監督が言った。多分今こうしゃがんでこういったんだったら手が出てますね。出てますね。手が。そう入って。そぐらいだ。さっき監督に言ったけど、これのベロンって切られちゃった。はい。この正面をこう削がれる。逆上するのが一番細かな動き一つ一つが綿密に検討されました。よーい、はい、縦の撮影が開始されました。ちょっと待って月がちょっとよく分からなかった、ごめんなさい、ちょっと続けてください。あんたは先まで逃がしてくれって言ってたよねか。私はそのつもり。いやもう来る。じゃねえか。来るときはもう来ちゃって結構。はい。釣りをね。これはもうこれで押せると思うんで。経験を生かし自らアイディアを出す真田さん。一方田中さんは慣れない演技に苦闘が続きました。まだあまり大振りでしょう、大きいでしょう。これがこの場でこう書いてくる、はい、わかりました。刀だけが出てくる、次にもう一歩は体ごと来ていただいて、
このくらいまで、まあ、だいたい体全体映してますからね、まあ、大事なのは体全体なんで。難しい、難しい、難しい。どこまで来ちゃった。まだあったらいいじゃないですか。日頃やってるんでやればいいじゃないですか。田中さんは何とか監督の期待に応えたいと、撮影の合間も休むことなく一人練習を重ねていました。障子を挟んでの立ち回りのシーンです。これは どうするの。これは整備はどうすればいいの。この時に下入ってませんから、ね、下にいます。いやいやいや、もっと早くパッとここでダッ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 ぐらいなんだ。せいぜい3分ぐらいじゃできないんじゃないの。まあもう一発やるとしたらその中に1個下がって。あ、まあそんなもんだよ、ね、だからあるいはだからここやったら次はこっちに出てきたとか2回ぐらい、だからそのスピードでやんなきゃしょうがないよね。はい、こうちょっと、はあ、これぐらいだと、はい、そして次をよーい、僕はよーい、はい、遅い、遅い、もう一度早くってみようなズボッズボッって、よーい、はい、今ギリギリかな。今のだと早すぎますよ。撮影が最終局面に進んだこの日、山田監督がキャメラマンの長沼さんに思いもかけなかった提案を持ち出しました。清兵衛に突き飛ばされたヨゴが戸を倒し家の庭が現れるこのシーンです。長沼さんは戸が開いた瞬間、強烈な明かりが一気に外から入ってくる。そのため外の様子を逆光気味に白い光で表現しようと考えていました。しかし山田監督の狙いは違っていました。殺し合いという不幸と扉の外に現れる穏やかな日常を対比させようと考えていたのです。そのため庭に咲く山吹の黄色を最大限鮮やかに見せてほしいと要求しました。殺し合いの虚しさや理不尽さを何気ない日常と対比させることで浮かび上がらせる演出効果を狙ったのです。実際に撮影されたシーン、鮮やかな山吹の黄色が浮かび上がりました。よーい、はい。念仏でも唱えろ。縦の撮影に費やした日数は10日間。して逃げなかった。一番力の入る形でしょうね、それはね。山田監督はワンカットワンカット納得するまで練り上げていきました。頭で引き裂くつもりで、よーい、はい。5月30日の明け方、撮影はついにクランクアップを迎えました。はい、
映画たそがれ聖兵衛、全撮影終了いたしました。クランクアップです。どうも本当に長い間皆様スタッフの皆様どうもお疲れでございました。本当に生まれて初めての初めて大げさだけどもその初めての時代劇どうなることかと思って僕にしてはこんなに長い間準備2時間かけたのは本当に初めてのことでした。京都でやる撮僕はずっと今まで大船でしか撮影して大船でしか仕事してきなかった人間だからねこれも初めての体験でねいろんな不安がありました。本当にうまくやっていけるのかどうかねだけどやっぱり同じ映画人同士なんだなと本当に僕はもう初日からね京都の人たちと一緒に仕事できてよかったと思いました。僕は本当にどんだけ胸熱いものが込み上げるような気持ちで皆さんの仕事ぶりを見ていたかわからないそのことがなかなかあなた方に言えなかったけども本当に僕は感謝してます。どうもどうも。山田監督は今回初めて一緒に仕事をしたスタッフ一人一人に歩み寄りねぎらいの声をかけました。はい、はい、どうもありがとうございます。